ありがとう、サイカ殿、チョウソカベ殿。これで心置きなく行くぞ。お久しゅうございます。恐れながらこのマタサ、信長様の見印、頂戴しに参上つかまつりました。あの歌舞伎マタザが随分と首相になったものぞ。恐怖の音を奏でし者々よ、その玉を世に捧げよ。靴に等しきと修理貸せ。はっ、王様の名前よ、兄弟、隣、いいか。恐れ多くも世の嘆きを欲するか。勝者、まあ、誰か俺のことを踏んだ。あれさ、本当にいいっすか、目安箱で宣伝しなくて。宣伝したら絶対客出るっすよ、てきめんっすよ。いいのよ、今のままで、今のままに。忙しくなってもてなしの質が落ちたらほとんどもないのよ。カツミ、お前はまだ過去の恐怖にとらわれているのだ。今さら戻り何を教えるか。私のとこにはそんなのか。たとえ忘れ去られようが、事実
として俺は主人公、天神様が軍神なら、この俺こそが勝利の大神、無敵と叫んで切りかかれ。そうすれば敵も押し削って、一番隊の座は俺のものだ。なぜなら俺が無敵だから。日の本のみならず外国でも俺は無敵と呼ばれたい。越後の米を食べないと俺は無敵を維持できない。あら、あなた、おチョコが辛いよ。何か飲む？お前の指揮能力、まだまだ無敵の俺には程遠い。それがし、気合を合わせろ。松目の力、お使いあれ。なんと情けないんだ、松。信長様へ近づくにつれて震えが止まらないんだ。犬千代様、それはきっと武者狂いでございましょう。この松目があなたと共に行きまする。そうだったな。刑事に笑われぬよう、最後に一つ槍の又座の大歌舞伎と行くか。はい、犬千代様。この俺をそばに置こうというお前のその目はまさに無敵。無敵、揃いも揃って頭が高いわ。よう誰と忍じておるか。もっと自信持ってくださいよ大将。俺の田舎なら割といい線行くと思いますぜ。女が頭ごなしに男を叱り飛ばすなど不届き千万。うるさいぞ。お前ら男どもが情けないからだ。おかみ、大丈夫。いざとなったら私が二人ともつながりすか。いい武道士の手に入ったの。1536年のボールだよ。武田の道場など古い。時代は直江無敵道場。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに聞いてください。利家様、あなたと私はすでに離れた小袖に過ぎない。こんなところにいても変わらんぞ。新たな一歩を踏み出すんだ。あなたはあの方の恐怖に負けた。その言葉に人を悟す力が備わるはずもない。お前と同じ男が加賀にいる。多くを失い苦しみ、だが時を経て様々な場所を巡り、たくさんの友に出会い変わった。全ては時が何とかすると。それは私には当てはまらぬ書生だ。お前はどこにでも行ける。誰にでも会える。ここじゃない、どこかで生きるんだ。それが一体何になるというのです。なに、拙者の失敗に比べればこの程度。一晩寝れば遥か記憶の彼方でござるよ。槍を振るうばかりのマタザメが事の葉も振るいおるか。して用向きは再度の仕官であったか。だから拙者ね、もうしてやったわけなのよ。ちょっと貴殿、たまには弱みしなさいよって。なりませ、白丸、落ちた。
の果てまで。どんだけ。おお、いっぱいよいの。世はすべてを制するものぞ。人界欲界、天の海よりそのはるか彼方まで。信長様、恐れ多くも槍の待たず、かつてのけじめをつけさせていただくべく参上つかまつりました。わからぬか。世にしてみれば、貴様らを潰すことなどいつでもかなったことよ。貴様が猿を咎めもせず置いたのも、所詮は余興に過ぎぬが。それがしら、戯れで見逃してくださっていた。それがしら、それは分かっていた。犬千代様、まだだね。アナ、もう帰るのね。またいつでも来てちょうだい。いつもの席を開けて待ってるわ。じゃあね。片付けない。バカ野郎、勝手に行っちまいやがって。死んじまったらどうすんだ。お前のようにかぶいてみたくなってな。ったく、無茶してんじゃねえよ。さあ、うちに帰ろうか。それがしはここに残る。何言ってんだ。かつてそれがしは魔王の力を恐れつつも、それに見入られ憧れた。そのけじめをつける時が来たんだ。それがしはこの地を、織田の民を守る。どうし、刑事、加賀のこと頼まれてくれないか。くせえくせえ、水くせえ。こんな大事なこと腹から言えって。俺はいつまでもフラフラの風来坊ってか。いや、犬長様、お前ほど頼れる男はいない。頼んだぞ、刑事。ああ、みんながこぞって集まるような、なまんねえ国を作ってやろうぜ。